吉田さん今回のテーマは炎でございます炎ってのは扱い方を間違えると自分の身を焼き尽くすんですけども上手に使っていくと自分の気持ちを燃え上がらせてくれるんですよね、まあ、冷えた体も温めてくれるそれが炎だと思いますで人間が他の動物と違うのは火を扱えるよよううになななっったってこととじゃないかなと思うんですよ人間以外はおそらく火を自発的に起こしてその火を広げたり縮めたり調整して 自分の食べ物とかね、それからダを取るとかまあいろんなテクノロジーに応用するとかっていうことをしているんじゃないかなと。これ人間だけじゃないかなと思うんですよ。まあつまりね、この炎をどのように扱うかってことがポイントなんじゃないかなと思うんですよ。で、私たちに知恵があると言われているのは炎が使えるかどうかっていうことだと思うんですよね。で、今回のテーマは前回に引き続いて勇気というテーマから来ました。 私はね、この勇気っていうのが、実は恐怖と、あの、紙一重というよりも、同じものだと思ってるんですよ。この勇気っていうものを裏から見たら恐怖だし、恐怖を反対側から見ると勇気だし、みたいな感じで、一緒のものというかね、複雑に絡み合った一個のものじゃないかなと思うんですよ。これを表現するなら、炎なんじゃないかなと思うんですよね。私もね、いろんなことをするときには、とりあえず怖いんですよ。怖いから行動はできるんですよね。この怖さを、 早く打ち消したいから行動するんですよ。これは勇気のような怖さに背中を押されるような感覚です。怖いなーって思わなければ多分勇気は出てないと思うんですよ。やらないと思うんですよで。私の場合は何もしなければ状況が悪くなる。状況が悪くなるともう手も足も出なくなる。この悪循環が何においても同じだと思,う思ってるんで、とりあえずね、やってみるっていうことなんですよ。 で、できないからできるまでやってみる。わからないからわかるまでやってみる。常に回答はこれなんですよね。で、やっていくと恐怖はついて回るんですけども、その代わり、恐怖が新しい勇気を生み出してくれるというかね、恐怖の一部が勇気に変換させるみたいな感じで、メラメラと燃えるんですよね。で、燃えすぎたら、ちょっと調整して、それを、恐怖の部分をちょっとね、見るようにして、 勇気をちょっと抑えて無謀にならないようにしていくみたいな感じですかね。勇気と恐怖。これは同じ。自分の中に燃えている炎で、それを上手に扱って、ちょっとだけ大きくして、体を燃え上がらしてね、焼き尽くさない程度に、そして他の人に飛び火しない程度に。そういうふうに考えています。今回のタイトルは炎なんですけども、これはね、私の考えでもあるんですけども、シルベスタ・スタローンの6期、そのシリーズ、 ロッキー5、トミー・ガンっていうね、弟子が出てきた時のストーリーになるんですよ。ロッキーはトミー・ガンに教えるんですよ。お前チャンピオンになるとで。チャンピオンになるためには、自分の中の炎を扱うんだと。炎は厄介だぞと。お前をもしかしたら焼き尽くすかもしれない。でも上手に扱うことによって、お前のスイッチに火をつけてくれるんだ。そのファイティングスピリッツは炎から来てるんだ。みたいなことを言われるんですよね。まあ、それを聞いていて、あ、確かになぁと。 怖いと思うからその怖さを打ち払うために勇気を出すんだろうなと思ったんですよね何もないところからいきなり勇気って私生まれないと思ってるんですよですのでこれからもねこの炎と上手に付き合って勇気も自分に必要だし恐怖も自分に必要だしでも勇気が無謀にならないように恐怖が臆病にならないようにそれは燃え盛る日が 消えないようにでも燃えすぎないようにするのと同じようなもんだなと思ってるわけなんですよね。いってらっしゃい。